どうも、ナオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコビー奮闘日記をやっていきましょう。今、奮闘日記96日目となってます。今回クリアすると100日目という風になりますね。で、今までやってる中で、魂のドロップ率が、ヤマト万有期の方が効率良かったんですよ。でもおそらく、100日目を過ぎた頃から、コビー奮闘日記の方が美味しくなるんではないでしょうか。魂かける3が一つ増えるんですよ。100日目から。なので、どれぐらいなのか見てみましょう。スキル編成には魂呼びを入れていきますね。魂の獲得量が増えます。さあ、敵は強いんでしょうか。それではまず96日目。結構やっぱ敵は強くなってて、なかなか倒せなくはなってる。なので多分ね、100日過ぎたあたりから HP を減らしていった方がはかどる気がするね。おそらくだけども、ちょっとね、火力が足りねえなと思ってきました。なのでまあ、これ100日目ぐらいをちょっと一回プレイしてみてからですよね。プレイしてみてどんな感じかをちょっと調べていきたい。 OK。 おっと、やっぱり結構硬くなってる。 OK。 攻撃力アップが入れば多分大丈夫なんですけどね。 OK。で、サブも OK で、で、メインがもうちょいか、多分メインが、さあ、出ないな、助けなきゃいかなかったんだ。まあ、問題なかったね。リーダーか。退屈していたところだ。手を貸せ。リーダーも硬いもんね。OK。で、この隊長を倒せば終わりでしょう。お、勝て。よし。あと1体。どうだ、死ぬ気で来い。よし、まあまあ、まだ起死回生入れなくても全然いけるかな。はいはい、まあ、どんどん進んでいきましょう。それでは100日目来ました。隠れてる隊長を倒せか。いた、何体、2体、2体ぐらいだったらすぐいけるでしょう。でね、敵結構強くなってる。さっきね、赤犬とか結構ブワーって出てきたのよ。で、4体ぐらいに囲まれたら一気にね、半分ぐらいまで HP 減っちゃって、かなり厳しいことになりましたね。あ、ちょっと待って、いや、隠れてるやつまだか。まあ、とりあえずこいつらを倒した方がいいのね。OK。よし。OK。どこに隠れてる？多分上の方だな。よっしゃ、サブはクリアしました。いた！こいつだね。終わり？終わらない。100日目 えらい簡単だったな。100日目めちゃくちゃ簡単、途中がちょっと難しかったんですけども、名前付きが出てこなかったんで全然余裕でしたね。はい、100日目クリアで、サブも全てクリア、いや、してない。よくやった。97日目のサブミッションクリアしてないので、多分報酬が若干美味しくないんですけども、どれぐらい来る、どうだ、
一番でかい魂も4個5個と結構美味しいね。うん、やっぱり100超えるぐらいからすごく美味しくなるっぽいです。はい、ということで戻ってきました。コビー奮闘日記は100日目から美味しくなると思います。まあ、説明によると50日目から美味しいって書いてあったんですけども、100日目超えるぐらいにならないと一番でかい魂があまり入手できないので、ヤマト万有機の方が美味しいんですよ。でも100日目過ぎるとこっちの方が断然効率は良くなると思います。頑張って進めてみてください。まあやられてしまうとまた50日目からスタートしてしまうので、まあやられないようにですね、やってください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。